東京都選挙区民主党鈴木寛49歳東大法卒通産省を経て慶応大助教授元文部科学副大臣東京オリンピック・パラリンピック招致議連事務局長では鈴木寛さんの政見放送です。 こんにちは鈴木勘です私が慶応大学の助教授だったときに多くの問題を抱える子どもたちに出会いましたその時に親でも教師でもない斜めの関係の大人や学生が子どもを支えることができないものかそこで地域住民保護者学生が学校でボランティアをできる、まあ、そんな構想を考えましたそれが12年前私が 政治を志した理由です現在ではそのボランティアの数647万人を超えています文部科学副大臣になってから教育予算を9%増やしました高校大学生の学費負担を軽減しました親の経済状況にかかわらず学びたい子どもには学べる機会を与える日本はそういう社会であるべきだと思っています これからはグローバル人材の育成も大切です。強い日本を作るには子供たちへの投資しかないと私は信じています。経済面では IT 企業をはじめ新しい経済を作ろうとしている人たちと連携してこれからも引き続き経済成長を推し進めていきます。医療の分野では外科、産科、小児科を増加させ。 医療崩壊を食い止めました。救急車のたらい回しも確実に減っています。このほかにも、介護、認知症のケア、癌対策、難病対策、長時間労働の是正など、多くの課題に取り組んできました。私は、他の党の人たちと対話し、協力してきました。ですので、この期の国会議員の中で法案成立、 私が一番多いと思います私の敵は他の党ではありません解決しないといけない問題がこんなにあるのに対立している暇などありませんしかしそんな私がどうしても譲れないことが一つありますそれは現在の自民党が進めようとしている憲法改正です戦後68年 この国が戦争に巻き込まれてこなかったのは憲法があったからです今この平和な環境で私がもう絶対に子どもたちを戦争に行かせないそんなことを言ったらまさかそんなことが起こるはずがないじゃないかと思われる方がほとんどだと思いますしかし皆さん自民党のホームページで憲法改正草案を読んでみてください日本中の憲法学者や弁護士会がこの草案に反対しています 憲法改正に賛成している人たちさえもこれは問題だと指摘していますなぜなら表現の自由表現の自由まで制約をつけようとしているからですしかし軍備だけで安心できる日本を作れるとは思えません相手の国の軍備がすごいから日本もそういう短絡的な考えが続いていけば小さな事件で火がつきやがては誰も止められないことになってしまいます 第二次世界大戦では日本では310万人の尊い命が失われました私の76歳になる父は小学校で空襲に遭いましたクラスの半分の友達が亡くなってしまいました再び日本がおかしな道をたどるのではないか表現の自由に制限を加え徴兵制につながる国防軍軍法会議創設を目指す会見には 私たちは絶対に反対しなくてはなりません確かに日本を取り巻く国際情勢は様変わりしましたこれに対しては防衛体制を十分に整備する必要があります諸外,国で諸外国に言うべきことはきちんと言う当然のことですあの時も戦争を回避できなかった理由があったんだと思いますその時はやむを得なかった理由が世の中はもっと複雑になり 戦争は局地的なテロ戦争に突入していますだからこそ頭を切り替える必要があるのです同じようなことをやっていたら歴史はまた繰り返されてしまいます日本は現在世界の信用される国のランキングでトップです私は日本が戦略的な国際貢献で平和を構築する そういうところに力を入れていくべきだと思っていますこの国に生まれてよかった子供たちが心の底からそう思える国を皆さんと一緒に作っていきたいですどうか一緒に協力してください対話し協力し一歩ずつ社会を良くしていきましょう 東京都選挙区民主党鈴木寛さんの放送でした。